めんこ太郎です。今日は7月の25日ですかね。そうですね、そんなわけで、今日も結構暑かったんですけども、今日は雲が結構出てましたので、どうしようもないほどの暑さではありませんでした。ともかく、まためんこのことについて語ってみたいと思います。めんこの個性というか あれなんですけども、めんこの裏は一般的に昭和30年代のめんこですと、前も言ったんですけども、黄色いような麦わら色をしております。中には馬糞紙ということで表現される方もいますけども、馬糞とは馬のあれでんでしょうね。いずれにしても黄色いような色をしております。なおかつその反対型のめんこの絵の方ですけども、昭和30年、それ以前からですけども、そうですね、昭和40年代の真ん中あたりまでは、薄い絵が印刷してあるものを厚紙に貼っているわけですけども、45年以降は、印刷方法も違いまして、なんていうかね、薄い紙ではなくってある程度の硬い紙に印刷しまして、でまたもうちょっと厚い紙に2枚を貼り合わせて作っているのが昭和45年代の主な2枚合わせのめんこです。また色についてもこれから触れますけども、昭和30年代の後半から40年代の前半ちょっとぐらいまでは薄い紙に印刷がしてあるわけですけども、赤とか青とかさまざまな色がもちろんあるわけですけども、その色が深みがあると思うんですよね。ということは、集まる綿子、昭和45年代の綿子に比べますと、深みがあります。その昭和45年代の印刷による色は、色は綺麗なんです、原色で綺麗なんですけども、また絵もテカテカ光ってるような感じがしております。そんな意味で私は昭和30年代を中心とした綿子の方が色が落ち着いているという感じがして好きであります。そういうことで、私が子供時代にはそうした色の綿子で遊んだわけですけども、今56で間もなく7になるんですけども、昔遊んだ頃のめんこの絵というものは、頭の中に、染み込んでおりまして、一旦最初見た時はこれ懐かしいななんて思っているんですけども、絵というものは不思議なことで、頭の中にいつまでも残っております。言葉がまだまだ足りないんですけども、めんこの色について、今回は、話をしてみました。もう一度言いますが、昭和30年代から昭和40年の初め頃までは、薄い紙にプリントしてありまして、それに、厚い、麦わら色をした厚い紙にを2つを重ねてあります。で昭和45年以降の、ウルトラマンくらい程度のそんなような絵柄ですと、やや厚い紙に直接印刷しまして、絵柄は綺麗なんですけども、色もテカってるというか、そんな感じがして、あくまでも工業製品的な感じがするんですけども、そんな意味で、昭和30年代から、40年代の初めの頃までの綿子が本当に好きなんです。どうもありがとうございました。綿子太郎です。